山田風太郎原作の電気時代劇魔界転生完全映画化。魔界転生とは、この世に果てなる恨み未練を持ち、また尋常ならざる体力気力を有する者だけが魔界より転生し、再びこの世に命を送ることなり。ハルマゲドン、すなわち善と悪との世界最終戦争の勝利を期する魔界よりの使者由井民部之助小説の手により魔界より転生する者7名、いずれもこの世で名声を得るが恨み未練を残しつつ一度は死んでいった者たちばかりになり、次々と蘇る不死身の魔人ども。善と悪との最終戦争ハルマゲドン勃発はすでに目前まで迫ろうとしていた。しかしハルマゲドン前夜、この強靭なる魔人たちに立ち向かう一人の男が現れた。あの宮本武蔵さえその強さを妬む柳生十兵衛。魔人どもに挑む剣豪柳生十兵衛、人類の命運をかけて今十兵衛対魔人の究極の戦いバーリトゥードバトルが始まる。史実、虚構、そして魔術とがクロスオーバーした荒唐無稽娯楽超大作、最新 SFX を駆使したスペクタクル巨編誕生。遥かなる時空を超えて伝説の SF アクション時代劇がよみがえる。魔界転生。